今回はツナと大根の炒め物の作り方を紹介します。大根は煮物にするのが定番だから炒め物がおすすめです。少ない材料で簡単にささっと作れるお手軽レシピです。それでは作っていきましょう。大根は皮を剥いてから縦に4等分し、それを細切りにします。材料は大根 250g、生姜小さじ1、青ネギ大さじ1とツナ缶です。ツナ缶の油を大根にかけて軽く和えておきます。こうすることで大根を炒めるときの油として使えます。中華鍋をよく温めてから大根を入れて炒めていきます。先ほど好きな油で和えてあるので油は入れません。それでも足りないようですから油を少し足します。大根の表面がこんがりと焼き色がつくまで炒めていきます。大根は水分が多いので強火でじっくりと炒めていきます。今度はこのくらい焼き色がついてきたら生姜を入れ炒めていきます。生姜を入れたらその上に少量の油を垂らして生姜を炒めます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油大さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油の香ばしさを引き出すように炒めていきます。水を 100cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。味の素を少量入れます。ツナを入れます。ここから大根に味を染み込ませるため2分くらい煮ていきます。カレー粉は中火にしています。大根に水が染み込み、水分がなくなってきたら、仕上げにごま油を少量入れます。最後に余分な水分を飛ばすようにして、炒め物汁が完成です。さらに盛り付けます。
彩りに青ネギを散らせれば出来上がりです。簡単お手軽に作れるので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。